はい、おはようございました。こんにちは、こんばんは。テンションがちょっと上がってます。今日はね、手元に、じゃ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 、オズマクション4が届きました。さっき届きましたね。冒頭ね、メーカーさんから提供されました。言いたかったんですけど、自腹です。自腹で買いました。はい。で、これが、噂の、あ、すごい磁力だ。すごい磁力だぞ。ん？どうやら三脚ネジは、三脚ネジはなさそうなので、うん、やっぱりこういうマウント類を、の三脚使うときは、こういった GoPro なんかのね、やつでここがネジが開いとるようなオプションを別に買わんといかんっぽいですね。うん。すごい磁力。これが噂の開封してから1時間が経ちました。苦戦しました。何苦戦したかって言ったらすぐ使えるのかなと思ってたら、アクティベーションの、まあ、設定。印象はね、非常に、これ小さいなっていうね、印象を受けましたね。で、ちなみによく似た、よく使ってるのが、RS。インスタ360の RS。だいぶ小さい。うん、だいぶ小さい、これね。重さはね、重さは小さいけど、持った感じは、こっちのアクション4の方がちょっと重い。うん。このカバー、つけるのに苦労しました。はい。こう、ここ、なんか外れると思うじゃないですか。外れないんですよね。ちょっと浮かして、ちょっと浮かして、ちょっと浮かして、こう押し込むみたいな形でね。でパチン。さっきちょっと奥さんに言われたんだけど、このカバー何に使うのって言われたんだけど、いや、そらそうやな。それもそうやな。って。それもそうやな。これ、何のために使うんだ。インスタ360RS は、カバーをつけないと、こういうマウントができないので、ね、これ RS はね、ここがね、カバーをつけないとマウントができないような仕様になってるので、つけてるけど、これはつけてもつけ、カバーをつけてもつけなくても、ここ空いてるので、これ、いる？まあ、落下防止のためかな。RS、これも小さいな。RS も小さいな、思ってたんだけれども、さらに小さい。でも、乗った感じはこっちの方が重い。で、こっちは同じくインスタ360の新しいやつ、X3 と比べても、だいぶ小さい。私が持ってるアクションカメラの中では多分これが一番最小、大きさ的には最小になるのかなっていうふうに思ってます。このまま持ち歩くわけにもいかんので、カバーがないかなということで、ちょっと探したんだけれども、アクション3用は、まあ、結果的にはもうアクション3を買いました。うん、4がなかった、まだ。この辺がね、スマホと違ってね、入る入る。上等上等。入る入る。よかった。安心一つ。出たばっかりなんでね、カバー類とかアクセサリー類がね、これって言ったもんがなくて、アクション3用の、ま、筐体が同じっていうことをね、聞きましたんでね、ちょっとレンズの大きさは違うんだけれども、それが、ちょっと心配だったんだけど、あ、いけるね。カバーをつけても入る。うん。カバーをつけてもね、入りますね。よかった。安心。一つ。あとね。
まあ、ちょっとバイクとね、車とでちょこっと試してみました、なんかモニター越しでもねすごくこう広いっていう画角が広いっていうのがね分かります。もう私ね全然画角なんて気にしてなかったんだけども、こうやって見るとねやっぱり画角が多いっていうのがいいですね。標準みたいにこうガッとクロップされるとでかい顔がさらに巨大に見えるし、多分これやったら今私ここに今更新ヘルペスができてるんだけれどもわからんぐらいかもしれんな、使ってみてどんな人がこのオズモアクションカメラ向いてるのかっていうのをちょっと考えてみました。まずアクションカメラをもう持ってるよっていう人ね、についてはまず一番目はもう熱暴走にうんざりだよって。このカメラって撮れてなんぼじゃないですか。だけれどもまああのとある某有名カメラだと熱暴走でもう本当にうんざりで撮れないっていう人は、まあ、このアクション4DJI のアクション4いいかもしれないですね。ただ画質はね、某アクションカメラの方は合計 5.1K あるし、まあもうちょっと待ったら新しい、あと一月ぐらいかもしれないね、あと一月ぐらいでモデルチェンジして新しい新型が出るかもしれない。その新型にはもう 8K とかねいう噂も出てるけど8K で撮ってどうやって編集するんだよ。もう多分普通のパソコンだら読み込むこともできんやろうね、編集ソフトにね。熱暴走は避けては通れんアクションカメラ、このインスタ 360RS これもね某メーカーさんほどじゃないんだけれどもやっぱりちょいちょい止まる、もうこの時期だと30分ぐらいかな、30分ぐらいしたら熱暴走で止まる。1回止まるとちょっと冷却するまで時間がかかるんで、まあちょっとしんどい。でオズモアクションはもうあのこれの前のバージョン3でねほとんど熱暴走で止まるいうことがないと多くの YouTuber さんも言ってましたし、炎天下バイクで、30分ぐらいしか走れてないんだけれども、止まらなかったですね。あの普通にねこうやって喋ってる分についてはいいんだけれども、元風呂、オートバイにくっつけたりね自転車に マウンテンバイクにくっつけたりして、まあ元風呂中心の方はね、あのちょっと弱点がね気づきましたよ。マイクがないんですよ。マイクがないいう言い方はおかしいかもしれないけど、これの1個前のアクション3のアクセサリーを調べたんですよね、アクション4も、まあ、出たばっかりだからマイクアダプターとかないのかなと思って調べました。ならアクション3のホームページ DJI のホームページマイクアダプターなかったので、これはきつい。マイクアダプターがなかったら風切り音でねバイク運転してて風切り音で何っていうかさっぱりボー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 っていう音しか入ってこないので、ね、これはきつい。これはね、対応してもらいたいですね。あとサード製パーティーのマイクアダプター存在するようなんですけれども、私もこの坊やさんっていうメーカーが出してるマイクアダプターマイクアダプターっていうかな、マイクこれは使えました。ただ6メーターのケーブル
きついなということで、坊屋さんが出してるアダプター、これをねポチったんだけど2週間ぐらいかかりそうですね多分。なのでモトブロする人にとってはマイクがちょっとしんどいんだけれども、バイクだとちょっと給電中は使えないっていうね欠点、これはちょっとね致命的かなっていうふうに思いますのでね、あの結構多くの方が望まれてると思いますのでね、メーカーさんね、 DJI さんね、マイクアダプター純正の出していただければいいかな。はい、そんな感じでね、ちょっと雑な撮り方になってしまいましたけど、今回はアクションカメラ、 DJI のアクションカメラの新型、DJI Osmo Action 4も少しレビューしてみました。はい、本日の動画は以上となります。では皆さん元気で健康で明るく過ごしましょうね。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。すごい画角やねこれ。